皆様、こんにちは。ただいまより、なんと介護保険、地域制度の話、指導中から利用できる在宅サービスのセッションを開始いたします。私は司会を務めます、キャンサーネットジャパン、橋本真由美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションでは、介護保険や地域制度についての情報をお伝えし、 様々な事例をもとに実際に使える制度や受けられるサポートについてお話しいたします。ご登壇いただきますのは NPO 法人がんと暮らしを考える会理事長のケンミ也さんです。ケンさんのプロフィールはジャパンキャンサーフォーラムのサイトをご覧ください。まずご講演前に2問ほど質問をさせていただきたいと思います。画面に質問が出ますので 外当のお答えの前にある丸印をクリックしてください。それでは始めます。地域包括支援センター、それから医療保険でーム看護を受けられることを、この2問について皆さんご存知かどうか、丸印の方にチェックをしてください。はい、ありがとうございました。 えー、結果が出てまいりました。えっ、ー、と、地域包括支援センターをご存知の方は、すごいですね。ほぼ、えー、全員100%に近い数字の方々がご存知なのですね。はい。それから医療保険で訪問看護を受けられる、えー、このことのご存知の方も、74%。 えー、半分以上の方がご存知ということです、えー。ちょっとすみません。私は思ったより、あの、多い数字で出たんですが、えー、現場でご活躍なさっていらっしゃる県民さんいかがですかちょっと、あの、一言コメントいただけたらと思います。お願いします。はい。えっと、多分関心が高い方が来られたせいもあると思うんですけども、あの、もう非常に両方とも認知されててびっくりしました。 ありがとうございます、えー。それではですね、今の質問を踏まえまして、ケンミさんに介護保険や治療中から利用できる在宅サービスについて、えー、詳しくですね、お話をいただきたいと思います。それではケンミさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。早速始めさせていただきます。えー、本日はですね、えーと、このテーマ、介護保険と地域制度というところと、えー、治療中から利用できる、えー 在宅サービスというところで、えー、お話しさせていただきます。NPO 法人ガンと暮らしを考える会で、えー、コパン訪問看護ステーションという渋谷区の訪問看護ステーションでも勤務しています。看護師のケンミと申します。よろしくお願いします。 え、まあお時間限られてますので、ちょっと早口になるかと思いますが、どんどんやっていきます、えー。まずですね、と、ま、あの、がん患者さんの療養生活、治療生活っていうのはですね、もう在院日数が短くなって、通院治療がほ、えー、まあ中心となってますので、ほとんどの困りごとっていうのが、まあ、自宅で出るというような状況があります。 えー、多分この辺は皆さん、あの、心当たりあるかと思いますが、えー、まあ、痛み、不安、それから、えー、まあ、家族、近隣の人も心配してくれるんですけれども、その人たちもみんな素人で、えー、っと、専門家っていうわけじゃないから、まあ、聞いていいのかどうやらっていうところで、本当に、まあ、あの、家での生活、このまま続けていって大丈夫なのかなっていうところあると思います。 よくある困りごととしては、まあ、遠方の親が退院するということで、えー、お子さんたちがですね、えー、と以前のような一人暮らしとかと、えー、高齢者の、えー、夫婦の世帯がの生活っていうのはまたできるんだろうか。 というところそれから、治療している病院自体に不満はないんだけれども、ちょっと事務的なので、多分これで今の状況、どっかに相談できるかな、もう少し身近な支えが欲しいなという方。それから、治療経過があんまり良くないけれども、いろいろ悩み事があるんだけど、まあ、今からいつまでにどんな備えができるのかなというふうに具体的に知りたい方。 遠方の親は心配させまいと大丈夫というふうに電話では答えてるんだけれども、実際にはやっぱりちょっと見に行ってみたいところではあるんだけど、自分はなかなか行けない誰かに見に行ってもらえないかなと思っている方。それから、えー、まあ、父の通院治療で高齢の母が疲れている。 えーまあ、そういったところで夫婦と戻りにならないかっていうところで何かできることはないかと思っている方。こんなお話っていうのは、えー、私の周りからもよく相談があります。で、えー、在宅っていう、あの、まあ、 お家にいるときはね、在宅っていう言葉はあんまり使わないんですけども、医療現場では、病院に対して在宅という言い方をすることがよくありまして、在宅の支えが必要な癌患者さんの状況というところでちょっと整理してみました。 治療経過として、治療開始、副作用を出現するなどの体調が、症状が出てくる頃、それから体調が悪化する頃、いろんな経過があって、ここから治療経過がうまくいって良くなる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そうじゃないケースも含めて、ちょっとわかりやすく、まず若い方から整理していきます。 で、えー、特にですね、体調に特に何も出なくてもですね、やっぱり不安が強い方っていうのは誰かの支えが必要になります。でそういった時に在宅の支えが役に立つかもしれません。それから、えー、手術後であったり、あと何か点滴や何かが始まって医療処置、それから内服管理、内服コントロールがしっかり必要なケース。 それから、治療困難ですよっていうふうに言われて、ここからどういうふうに過ごしていこうかっていうふうに悩んでいる時期。それから、一、まあ、人暮らしであったり、あとはご主人と二人暮らし。ご主人は昼間働き、働いてるので、日中は私一人だっていうような方。 が、え、まあ、体調が悪化したタイミングで、えー、こ、こっからどういうふうに過ごしていけるかなっていうところには、えー、さすがに、えー、まあ、在宅の支援が、え、必要となってくると思います。で、えー、高齢者の場合はですね、この高齢っていうのは特に年齢は絞ってはいないです。で、ただ、えー、まあ、年齢に関わらず、えー、認知機能の低下っていう、もともとそういった、えー、物忘れや、 いろんなことがあった方、それから、あとは、ま、治療が始まるがんが見つかってから、えー、どう、どう、どうなるんだ、どうなるんだ、っていうことで、何回同じ説明しても、えー、混乱してしまったり、何回も同じことを聞いてくるような方、いらっしゃると思いますが、そういったケースであれば、えー、やっぱり在宅のサービスを受けていただくのはいいのかなと思います。それから、副作用出現するなどの、えー、ちょっと、 出始めた頃の時には、やっぱり高齢の方一人暮らしだと、お薬うまく使いこなせなかったり、あと、高齢者お二人の世帯だと、これでよかったっけあれでよかったっけって聞いたけど忘れちゃったみたいなことで、ガミガミやったりしていることも多くあると思います。 同じように医療処置、内服のコントロールが必要なとき、それから治療困難なときっていうのは、これは若い方も高齢の方も変わりなく、えー、まあ、在宅の支えが必要になってくること、ころかなと思っています。一般的にこの体調が悪化してから在宅を受けるんだっていう、そういった考え方ではなく、もっと早い段階から在宅のサービス使うこと可能ですよということで、こういった図を作りました。 でえー、具体的に、えー、医療機関として、えー、まず、えー、医療保険による訪問看護というところを、えー、紹介させていただきますで。一般的な高齢者に対する訪問看護というのは介護保険で行っていることが多いんですけれども、えー、概要ですね。 地域の訪問看護師が自宅を訪問して、まあ必要に応じて30分から60分のケアを受けることができるということになっています。えー、効果としては、えー、まあお体のこともそうですし、心のこともサポートできます。お薬の管理であったり、正しい飲み方、それから異常の早期発見というところで何かあったときに、緊急でお伺いすることもできます。緊急っていうのは、あの、救急車より早く着くという意味ではなくて、 で、その時、まあ、なるべく早めに、その日のうちにというような感じで考えてください。病院家族との連絡仲立ちをしてくれたり、状況を解説してくれたりすることもできます。で、えーまあ 対象としてはですね、医師が必要と認めた方に関して医療保険で訪問することができますし、その方法としては病院にお願いをして訪問看護指示書っていうのを書いてもらえばスタートすることができます。で、なるべくであれば治療している病院と相談して実績のある訪問看護ステーションを探されるのがいいのかなとは思っています。 えー、特にですね、積極的治療中止の、えー、面談後の患者さんの移行っていうのを、これ調査した結果がありまして、えーまあ、患者さんはいろんな移行があって、いろんなサポート欲しいって言ってるんですけれども、特に治療中止っていうのが決まった。 ケースでは、やっぱりこれからの生活、それから納得できる説明、これからの具体的な支援、サービス情報が欲しいっていうような、そういった内容を求められているケースが、えー、まあ、明確に出てますので、やはりこういった在宅のサービスを丁寧に説明してくれる人が入ってくるといいのかなと思います。次に、訪問診療とか在宅医という人です。まあ、お医者さんを、 ま、俗に言う、往診、往診っていうやつですね。で、地域の医師が月2回程度、えー、自宅訪問し診察、えー。緊急対応を保障した診療所で、えー、在宅療養支援診療所という、えー、まあ、正しい名前がついています、えー。自宅でなるべく長期間過ごすためには必須の、えーえー、っと、まあ、えー、期間になります。 で、効果としては先生に相談したり、ちょっとした採血とか検査してもらったり、あと処方をお願いしたり、またあの何かしらの対応が必要な研究の状況、とっても痛い、とっても辛いっていうようなことがあった時の対応、それからしていただけます。で、通院で治療していて、病院の先生と、それから在宅の先生との変身もできるケースが多いです。 必要ある方には入っていただくこともできます。方法としては、病院から紹介してもらう方法と、あとそういった先生が欲しいっていうことであれば、地域で探すっていう方法があります。特に、機能強化型在宅療養支援診療所という、えー、標榜しているところは、がん医療にも割と精通していることが多いので、えー、覚えておいてください。 そして、訪問調剤薬局ですね。薬剤師が自宅までお薬とか内服、薬液届けてくれるということになります。効果としては、取りに行く時、負担が減りますし、あと、点滴栄養剤なんか重いものをたくさんもらうケースは、階段登ったりしないで届けてもらうと負担減少する。それから、医療用麻薬っていうのは、例えば近所のドラッグストアなんかに行くと、の調剤薬局で、 であったりするとですね、実はあんまり在庫がなかったりすることもあるかもしれないんですけれども、まあこういう訪問調剤薬局であれば、かなり取り扱っているケースが多いと思われます。えー、っと、方法としては処方箋などをファックスで送ってもらって、医療保険、介護保険、まあ多少、えー、っと、自己負担、 は上がってしまいますけれども、まあこのあたりご了承いただければと思います。で、えー、車で移動していることがほとんどなのに多少遠方から来るケースもありますので、えー、その辺気にされない方がいいかなと思います。 そして、地域包括支援センター、こちらですね。えっと、こちらの方は、えっと、介護保険法に基づく地域の保健医療福祉を包括的に支援する、えー、高齢者や家族に対する相談支援をする、えー、場所ということになってます。えー、こちらに関しては、えー、まあ、居住している地域のセンターに直接電話連絡か、えー、行っていただくのがいいかなと思います。えー、医療の 問題っていうのを相談するというよりは、どちらかというと困難になっていること、やってほしいことが具体的な方が相談しやすいかと思います。介護保険制度自体は、えーま、認定調査が必要になります。えー、要介護1から5などで、えーま えー、要介護度が出た後に、えー、利用することができます。必要なサービスはケアマネージャーさんが、えー、まあ、計画して手配してくれます。えー、介護ヘルパー、ショートステイデイサービス、訪問入浴とか、福祉用具なんかの手配をしてくれます。で、えー、まあ、対象となる方が大事で、これが65歳以上の高齢者か、え、あるいは40歳から65歳のがん、 の患者さんという形になります。で、方法としては地域包括支援センターに相談をするか、えっと、病院の地域連携室に相談すると、手続き進めてくれると思います。ポイントとしても、なるべく早めにこういったところをアクセスしておくのがいいかなというところと、あとは、お医者さんの意見書にですね、ちょっと一言書いていただくのが必要になります。 そして、えー、こちらがですね、介護ヘルパーさん、訪問介護というところですけども、ヘルパーさんの方、イメージつきやすいかと思いますが、えー、清潔ケア、排泄ケアだけじゃなくて、えー、まあ、買い、えー、買い物とか、通院解除なんかもできます。えー、ポイントとしては、えー、まあ、ここ、一回で、えっ、ー、と、その方たちと息が合うっていうことはあんまりないので、まあ、相談しながら、いや、僕はこうやって欲しいんだとか、 えー、もっとこういうのがあるといいなとか、えー、まあ、コミュニケーション取りながら生活を再構築を時間をかけてやっていくのがいいと思います。業界常に人手不足なので、えー、まあそういったところでは、なかなか思うように見つからないケースもあります。で、えー、まあ、特にですね、 えー、これといっての、まあ、例えば犬の散歩とかやってくれないかとか、無理な注文があるときっていうのは、これ、まあ、なかなか保険で適用できないこともあるんですけど、そういったときは、状況によっては自費で、えっと、これだけでできるかどうかっていうような、こういったことを自費でできますかっていう交渉してみるのも効果的かなと思います。そして、日常生活自立支援事業というのが、 こちらが、えー、まあ判断力が不十分な方が契約に基づいて福祉サービスの利用援助を受けられますよということなんですけど、簡単に申し上げますと、えー、優勝ですね。まあ、1200円程度とありますが、1回1200円程度のお金で銀行に行って ATM、えー AT で、えー、お金を現金化して下ろしてくれる手続きの代行とか、行政の手続きの代行とかをしてくれるということですね。で、それって成年後見制度とどう違うのかというと、えー、こちらのケースは成年後見制度よりもう少し手前にあるサービスで、えー、もう少し判断力はあるんだけれども、なかなか、えーま、体が動かないも含めて、えー、自立して契約が進められないとか、そういったケースは適用になります。 少し時間かかりますので、えー、もうこちらも一人暮らしの方とかで、ちょっと体を動かすの大変だなっていう方は、早めに相談してみるといいかもしれません。まあ、自宅療養で、えー、結局、介護保険なんかのサービス、それから在宅の先生とか訪問看護師さんなんかを入れて、えー、まあ設備、 なんかをきちんと準備していくと、まあ、病院の個室と似たような空間が作れなくはないというような状況があります。で、えー、よくある誤解なんですけれども、えー、介護保険は申請が大変だとか、えー、訪問看護、訪問診療は来てほしいときに来てくれるんでしょう。訪問看護、訪問診療は通院できるうちは受けられないんでしょう。必要なこと、時が来たら頼むから今はいらないんだ。 在宅が入ると病院とは縁を切らされるんでしょう。家に人が入るのが負担だから今はいらないですっていうような話よく聞きます。実は、え、介護保険は申請大変だと言いますが、このあたりですね、実は、あの、地域包括支援センターがですね、え、手続きの代行してくれるケースがありますので、これは家いえいえですね。 で、えー、訪問看護、訪問診療は来て欲しいときに来てくれるっていうのに関しては、これはいいえですね。定期的な訪問がまず前提にあって、その上でその方が、えー、緊急体制ですね。えー、緊急で何かあったときには駆けつけてくれるというところで、こちらは、えー、いいえというふうになります。 訪問看護、訪問診療は通院できるうちは受けられないかというと、そういう、通院しながらでも受けていいんですよというところなのでいいえ。必要な時が来たら頼むから大丈夫って言ってるんですけども、実は必要な時ってご自身でわかるかっていうと、わかった時には結構慌てなきゃいけないので、ここは、えー、まずは、えー、その時よりももう少し早くなのでいいえ。在宅医が入ると縁が切れるというわけではありませんが、こちらもいいえ。 家に人が入るのが負担だっていうところは確かに負担だとは思います。ただ、生活を再構築していくプロセスに人が入ってくるお手伝いしてもらうっていうところなので、えー、ギリギリの生活を続けていって大変だって言ってるよりも、人を入れながら生活を再構築していって新しい生活を作っていくのがいいと思われます。で、えー、ちょっと長く、 なっってしまったんですけれどもこちらの図、皆さん見たことあるかもしれませんが、こちらの方ですね、えー、体調が悪くなって回復して、また悪くなって回復して、徐々に悪化していくケース。で、そして、死に至るケースっていうのは、これが、えー、まあ、介護保険なんかの ご縁性肺炎なんかを繰り返す高齢者を思わせるような、そういったケースになりますが、そういった形で徐々に悪くなっていくっていうようなところを繰り返していって、えーまあ あの長い経過をとって最後を迎える方もいれば、が、え、ん、ー、の患者さんの多くはですね、まあ、こんな感じで、えー、お話もできるし、体調悪いながらも、えー、緩和ケアを受けながら、なんとか普通にトイレ行ったり、ご飯食べたり、人と喋ったりしてたんだけれども、なんかあの動くの大変になってきたぞ、ベッドから起きの大変だぞっていうふうになってから、えー、ストーンと体調が悪くなって、えー、死に至るという。 えー、ここからここまで大体2週間ぐらいというふうに言われてますが、そのぐらいスピード感がありますので、えー、もっともっと早い段階ですね、この辺りの何にも変わらないようにも感じるけど、なんかおかしいっていうタイミングから、えー、人の支援を受けていくのがいいかなと思っています。以上になります。さんどううもありがとうございいました、えー、非常に内容の濃いお話で 皆さんそれぞれご自身のことに置き換えて思われる方とか、これからもしご自身がこのような状況に陥った場合に、あこういったサービスとかがあるんだなというふうに思っていただければと思います。えー、結構案外自分では気づかないこともあのたくさんあったかと思います。えー、続きましてこの後、えー、事例を4つほど紹介いたしまして、詳しく県民さんにお話しいただきたいと思いますので、えー、そちらの方もお聞きいただければと思います。 それではまず一つ目の事例から参りたいと思います。子供と世帯が違う独居の高齢がん患者さんが受けられるサポートについてお話しいただきたいと思います。では、ケミさん、よろしくお願いいたします。 そうですね、えっと、あの、多くあるの、まあ、最近多いのは、子供はいるけれども、遠くに住んでるっていうようなケースが多いです。で、まあ、それ自体は、えーまあ、自立した生活をくれているときには、特に問題はないんですけれども、やっぱりお子さんの方からすると、えー、お父さん、お母さん心配だというケースもありますし、あとは自分がこれから治療するんだけれども、えー、まあ、あんまり、 子どもたちに迷惑かけたくないっていうようなケースもあります。で、まあ、双方そういったところで、あの、それぞれに対してあんまり関与されたくないとか、してくれると安心なんだけれども、まあ、そこをわざわざお願いするほどでもないんだっていうようなケースっていうのは、えー、まあ、少なくありません。 でえー、まあそういった時に、ま,あ、まずどういうふうにするかというところなんですけれども、まあえー、こういったケースに関して、えー、とどこから手をつけるかというのは、その方の体調とか、それから認知機能とか、えー、それからその人の周りで、えー、どんな人が支援してくれてるかによって、ずいぶん差があります。で、えー、まずはそういった相談をまるっとできるところっていう意味で、地域包括。えー 支援センターっていうところに、まあお子さんの方からか、あるいはご本人さんの方からか行っていただいて、どんなサービス、どうなったらどんなサービスがあるんですかっていうようなことを、えー、と相談していくといいかもしれません。で、その中で、お子さんたちが、例えば土日にこんなこと言 あの、土日に実家戻ってるからこんなことできるよとか、土日でもできませんとかっていうようないろんなできることできないことあると思いますんで、まあそういったところでサービス整理してもらって、だとしたらこれ介護保険使ったらできる、介護保険使わなくてもできること、いろいろあると思います。で、まあそういった相談をしたっていう事実っていうか情報自体はそこの、まあ、 えー、地域包括支援センターに残りますので、あの、そういったところで、ま,あ、まずは仲良くなっておくときに、ちょっとしたことで尋ねられるような、えー、場所を作っておくのが良いかなというふうに思います。ありがとうございます。あの、すごく素朴なこう疑問なんですけども、えー、私はまだ今、あの、まあ、親とまあ、離れて暮らしてて、 今、親の介護がすぐに必要という状況ではないんですけれども、例えば、子どもさんとその、えー、親が住んでる、その、離れ具合っていうんでしょうかね。ある程度、まあ、車で1、2時間で行ける距離だとか、いや、もう飛行機とか新幹線に乗っていかないと、あの、それはもう行けないんだよっていう場合とでも、あの、大きく違ってくるっていうのもあると思うんですが、まず、はじめに、その、まあ、地域包括支援センターに連絡する場合でも、 あの、例えば私もまあ親と離れてるんですが、どこにどうやって始めコンタクトを取ればいいんでしょうかね。まずそれさえもなんかちょっとわからないなっていう感じなんですが、どうでしょうか。そうですね。まあ、あの、その住んでる場所に、えっ、ー、と、地域包括支援センターって多分何か所かあると思うんですね。 でその、えー、どこの場所でもいいので1回連絡してみて、うんえー、どこそこに住んでる自分の親がこんな状態なんだけれども、うんえー、こうなった時とか、えー、あと遠くに住んでるんだけどもこんなことが心配で何か、うん、相談に乗ってくれますかっていう話をまず投げてみると、うん、それはこっちの、えー、包括の方が監督管轄ですよっていうケースもあれば。 あのそこで、まあ、まず話を聞いてもらってじゃあ、えー、その場その場じゃなくてそうなった時にはこういうふうにしていきましょうかっていうような話とかも少し先の話とかもあの仮にこういうふうな方法がありますよっていうような切るカードを持ってますよっていうことを相談するのがわ、まあ、かっていると 次に何か変化があったときに、そういうふうなことを、前にこういうふうにできるって聞いたんですけど、それってここでよかったですかっていう話を投げていただくと、そこからの話ができるので、そういう感じで、まず、情報の足がかりとして、そことアクセスしてみるっていうのが、距離にかかわらず、堅実かなとは思います。 なるほど。ありがとうございます。まあ、今、あの、インターネットでいろいろこうすぐ調べることもできますので、あの、そのあたりは皆さんある程度できるのかなと思います。ありがとうございました。え、それでは、え、次2に、え、進めたいと思います。二つ目です。え、抗がん剤治療で体が辛い、50代のがん患者さんが受けられるサポートについて教えてください。え、こちらの方いかがでしょうか はい。えー、っと、まあ、50代のがん患者さん、えー、っと、まあ、体の状態が、えー、っと、その、一時的につらいのか、それとも、ま、もう、長くつらい状態が続いているのかによっても違うとは思うんですけれども、まあ、まずは、えー、ま、病院の先生と相談しながら、えー、そのつらさが取れるかどうかっていうようなところを相談してもらうのが一つですね。 で、次に、えー、お薬で取れるものであれば、えー、取るという形になると思うんですけれども、そのお薬の飲み方と合わせて、今度は、えー、やっぱり動き方とか、えー、それから、えーまあ、生活のサボり方というか、上手な、えー、生活の仕方とか、 そういったところの相談なんかとか、あとは目標どこにしましょうかっていうところで、まあ、前みたいに海外旅行に行くみたいなのは難しいんだけれども、まあ辛いんだけれどもこれはできる。辛いけれどもここまで楽になったらいいよな。 っていうようなところとか、はいまあ、そういった相談をしていただくにあたっては、まあ、病院で相談、病院のがん、えー、相談支援センターで相談していただくか、あるいは、えー、先ほど申し上げたような医療保険の訪問看護の看護師さんなんかに相談していくっていうのも、えーまあ、日常的には、えー、そういったところも手厚くなっていいんじゃないかなというふうに思います。 あの、なかなかですね、あの、遠慮するっていうんでしょうか。あの、自分のその体の、うん、辛さも、こう、訴えたくても、ちょっと遠慮が入って、話しづらいなっていうところも、皆さん思われてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりって、どうですかあの、日々現場にいらっしゃって、例えば、すごく感じていらっしゃることとかありますかなんか、この方、ちょっと話しづらいんじゃないかとか、 この方は結構話されてるかなとかって思われた場合に、じゃあ話しづらいなと思われてる方に対しては何かこう、ちょっと話しやすい雰囲気を作られるとか、なんかそういったことってどうですか現場におられて。あの、どちらかというと、何かこう、体のことについて話すことありますかって言って。うん てお伺いするとまな、あ、んとかやってるから大丈夫ですよっていう風にもうバーンとシャットアウトされることが多いんですけれども、うんうん、ただ買い物とかどうしてるんですかとか最近どんなの食べてるんですかとか、まあ、ワンちゃんの散歩って誰がやってるんですかとかまあそんな話をしていくと実はそれができなくなったとかあちょっと重いものを持つのが大変なんだとか あと実はここで足がすごく痛いんだとか、まあ、いろんな話が実はそういう日常生活の中からボロ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 出てきて、で、それを語っていってるうちにだんだんそういえばこれもねっていうふうに、やっぱりあの、えっ、ー、と、楽な状態ではないので気になることっていうのは実はあの、感じてらっしゃる部分っていうのが実はこれもあれもって後から出てくるケースがあったりするので、 まあ、そういったところっていうのが、まあ、あんまりこう、えー、遠慮せずに話せるというよりはどちらかというと上手に聞き出してくれるようなあの人たちと関わっておくっていうのは、まあ、ある意味あの自分を上手にあのいたわる形になるのかなというふうには思います。うん、ありりがとうございますやっぱりその 先にちゃんとあの日々の生活が遅れる状態にするということがとても大事ということでしょうかそうですね、うん、やっぱりあの自分で自分のことができるって、すごくあの基本的なことなんですけど、大事なことで、うんえー、今までと違うっていうやりづらさに関しては、あの多少なりともご自身でごまかしている部分があったりするんですよね。うん、うん でそういうふうにし上手にやってるっていうことではあるんですけれども、実はそこに対して、もうちょっとこここういうふうにやると、もっと楽になるよっていうようなケースがあったり、また、のその話をできる相手がいるっていうことに、ま、すごく、ま、なんかほっとしたりすることもあるので、まあ、そういった両面から、体と心から両面から見ていくっていうのは、大事かなとは思います。ありがとうございました。 それでは次の事例、三つ目に参りたいと思います、はい。治療結果が出ず、今後の治療方針に困っている夫婦二人世帯の癌患者さんが受けられるサポートについて教えてください。こちらいかがでしょうかそうですね。えっと夫婦二人の世帯っていうので、やっぱり、あのまあ、どちらが癌がに罹患しても、実は、えー、同様にですね、あの 配偶者の方も、やっぱりそれはそれで慌ててしまうんですよね。で、えーまあ、例えばご主人がガになったら、じゃあそしたらご主人がやっていた役割に対して私はこれからどうやってやっていけるんだろう。 うまくできるかしらっていうようなところで不安になったりとか、そうするとあれも確認しなきゃ、これも確認しなきゃっていう風になっていっぱいいっぱいになったりすることもあります。なので、まあ、ご本人とご家族両方とも慌てるケースとか、あとは煮詰まっちゃうケースっていうのはよくあります。で、ま,あ、まず、あの、治療結果が出ない、うまくいかない っていうような混沌とした状態に対して、その辛いっていう状態を、ま,あ、まず、えー、まあ、ずっと感じてらっしゃるところの、そのうつうつとしたところの、まず一個のポイントとして、実は体が結構、えー、体が悲鳴を上げているケースがあります。なので、気持ちがうつうつとしてるっていうような状況の中に、実は体が全然、 えー、負担が大きいときには、えー、こういったときには、きちんと、えー、痛みとか辛さの管理をしていくことによって、意外と気分が晴れたりすることがありますので、これを、えー、きちんと、えー、やっていくにあたっては、緩和ケアだったり、在宅、えー、療養支援診療所の先生に、えー、お薬なんかを調節してもらうのが一つかなというところですね。で、もう一つは、えー、まあ、 あの、そういった状況に関して、やっぱり自分一人で考える、あとは奥さんと考えるって言っても、えー、なかなかこう、えー、限界がありますので、そういったところを訪問看護に入ってもらって、えー、話をしながら体調の話、それからこんなことどうなってるんだろう、これどうなった、えー、こういうところはみんなどうしてるのかな、みたいな話をしながら、 相談していくことで、はーほうということで、なるほどっていうようなことが増えてくると安心するケースもあれば、実際に、まあ、やっぱり具体的に立ち上がり方であったりとか、上手な座り方、上手な体の動かし方、またぎ方なんかの方法論を教えてもらう必要があったり、あるいは、まあ、の人たちがやっている何かしらの工夫ですね。 とかっていうものを学ぶことができたりっていうようなことができると思います。で当然ですけど、そういった在宅のサービスって家族のケアもセットなので、まあえー、っと僕が喋ってるんだからもう君は病気じゃないんだから喋んなくていいんだみたいな話ではなくて。 でえー、奥さんの話もしっかり聞いてもらって奥さんが元気になると自分も元気になるで、えー、自分が元気になると奥さんも元気になるみたいな感じで、えー、夫婦ともにケアを受けていただいたり相談していただくと、えーまあ、あの少しずつ、えー、いろんなことが、えー、やることが見つかってくるかななんて思ったりはしますありがとうございます。あのどうしてもがんんん患者ささご本人の方に ポイントが当たってしまうんですけれども、やっぱりあの、ご家族の方とか周りのその支える方っていうのは、例えばがんであれば、第二のがん患者さんと言われるほど、あの、周りの方もすごく精神的にも、あの、いろいろ大変なことが多いと思うんですね。で特にご家族になりますと、その配偶者でしたら、どちらかその配偶者の方の 面倒ももちろん見ないといけない体力的なこととかもありますし、うん、それと同時に、やっぱり自分の心もだんだんすごくしんどくなっていって、それで、今までうまい、こう、うまくいってた関係が、なんかちょっとしたことで、あの、だんだんこう、日々が入ってきて、うまくいかずに、お互いにすごくもう、あの、実はちょっと私の知ってる人でもいるんですけども、 すごく親子関係が悪くなって、もう、あの、のの知り合いとまではいかないんですけれども、そういう状況になってしまってるっていうケースもあるんですね。で、なかなかその、やっぱり自分の殻にこう閉じこもってしまって、言いたいことも言えなくなったりして、そこでだんだん心もこう、病んでしまうっていう方もいらっしゃいますので、 そういうとき、やっぱり、あの、訪問看護の方とかに、もうちょっと心を開いて、少し何かをきっかけにお話をいただければ、お話も聞いていただいて、少しこう楽になるのかなっていうふうに思いました。はい。はい、そうですね。はい。あの、割ともうマスクして、外で人と会話しない、あの、時代になってきてるので、やっぱりあの、まあ、家に誰かが来てもらって、 で、第三者と会話をするっていうようなのは、えー、結構貴重な機会なのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい。それではですね、最後の事例に参りたいと思います。ご自身、えー、自分自身が,ががになり、親の介護で困った場合に受けられるサポートについてなんですが、えー、これから問い方増えると思いますが、いかがでしょうか そうですね。えっと、ここが、やっぱり非常にあの、ケースバイケースで難しいっていうふうに言っちゃうと、思考停止しちゃうんですけれども、まあ実際に、まあまずご自身が癌になった時の治療計画と、それからそこから自分でできることをやろうとしていること、それからこれはち,ちょっと自分では難しいなっていうことを、一回ちょっと整理してみることが必要かなと思います。 でその上で、えー、地域の地域包括支援センターだったり、あとは、えー、まあ、親の介護っていうことであれば、介,あの介護保険を取ってらっしゃる可能性があって、ケアマネージャーがいるかと思うので、えー、まあ、そういった方に相談していただいて、できないことがこことこことここなんだっていうふうにはっきり伝えていただく。で、例えば何月何日から何月何日まで治療します。で、そうすると副作用がいついつ出るから、その時に親の介護できない。 っていうふうになると、えー、まあショートステイを探してくれたり、じゃあ、えー、その時は、 えっと、食事の準備にヘルパーさんを頼もうかっていうような話になったり、えー、配食サービスを入れた方がいいんじゃないかとか、えーまあ、そういったところで相談に乗ってくれる、具体的に相談に乗ってくれるかなというふうに思いますので、まず、えー、自分に、ご自身が想定し得るできないことっていうのは、えーまあ、まず明らかにしてもらって、そこから話し進めていくのがいいのかなというふうに思います。 で、時々やっぱりあの、親族の力借りたりっていうふうにされるケースもあるんですけれども、実はあんまり普段介護してない親族がそこで入ることによって、 でえー、まあご両親混乱したりするケースとか、あとはそうじゃなくて、こういうやり方でやってほしいんだということで、依頼をしてい,たいながら、その方にちょっと攻撃的になってしまったりとかっていうケースもあるので、まあ、そのあたりは本当にもろ刃の、えー、剣の部分もありますので、まあ、気をつけて、えー、人の力も借り、あの親族の力なんかも借りていただくのがいいのかなというふうに思いますありがとうございます。 あの、今お聞きしてて、ちょっと一つあの、こういったケースの場合どうしたらいいのかなと思ったんですけども、まあ、自,身自分自身がその、まあ、がんになって、例えば体が辛くって、親のところに行けない場合、で、親が例えばですね、その、何か診察を受けるために病院に行かなければいけないときというのが重なったときにですね、えー、まあ、親の方は、例えばその、うん、いろんなこう、 支援を使って、まあ、病院までは行けるとしますよね。ただ、えっ、ー、と、今なんか個人情報だなんだかんだと言われて、例えば、えー、親族だったら中に入り込むのが問題もないときでも、例えばその在宅訪問の方とかが一緒についていったときに、いや、あなたはここまでしかダメですという、何かそういったケースがある場合もあるんじゃないかなと思うんですね。例えば、診察室の中まで一緒に、 その親族以外の人が入るっていうことはできるんでしょうかえっと、そこもあの、病院が事前にどこまで情報をキャッチしてるかっていうところになると思います。うん、で、えっと、まあ、あの、体調が悪い日っていうのが、もうそれが、えっと、期間限定なんであれば、まず日程変えていただくのも一つかなと思います。うん、で、最近は、えっと、まあ、こういったご時世なので、電話再診とかっていって、 でいつものお薬だけっていうんであれば、電話とかオンラインで対応しますよっていう病院もあるので、そういったケースであればも直接行かなくてもいいっていう状況もあります。 直接やっぱり行かないとだめなんだ、検査があるんだっていうようなケースに関してやっぱり事前に、あのー、地域連携室であったり、なんとか外来っていうところに一歩入れていただいて、こういったケースなんで、あのー、対応してもらいたいっていうふうに、えー、一歩入れておくのが、まあ、方法としてはあるかなというふうに思いますありがとりあえず先に病院にちょっと一歩入れて相談をしてみる。 っていうことが、えー、大事だということですね。そうですね。もう最近そういったケース非常に多いので、うん、病院の側もある程度対応はできると思います。わかりました。ありがとうございました、えー。それでは事例の方をこれで終わらせていただきます。ちょっとあの事前にいただいた質問で、どうしてもちょっとこれだけあのぜひ取り上げたいと思うんですけれども、今日あの事例を挙げた中のその年代層っていうのはある程度、えー ある程度の一定の上の方以上の方がこう対象だと思うんですけれども、今、あの、ガ患者さん、あや世代の方のことを、あの、大変、あの、ようやく取り上げてもらえる時代になりました。そういった中で、やっぱり、あや世代の方についても、 えこういったえ何か支援を受けられる制度っていうのがあると思うんですが、ただですね、今日事例の中で挙げた制度とは別に、やっぱりある程度限られてくるのではないかなっていうところがあるんですね。その辺をちょっと教えていただきたいと思います。あや世代の患者家族です。がんと診断された後、利用できる法的制度を調べるのに苦労しました。参考にできるホームページや病院内で利用できるサービス、 例えば、ソーシャルワーカーさん等などがあれば教えてくださいということです。エミさん、お願いできますでしょうか。はい。えー、っと、ま,あ、まずあの、えー、どんな困りごとがあって、どんな制度を調べたいかによると思うので、まあ、そういった方の場合は、えー、まずは、あの、えー、がん相談支援センター。 っていうところに、えー、相談してもらって、えー、まず、まあ、いろんな困りごとがあると思うんですね。で、あや世代ってすごく幅が広く、 でやっぱり認あの、まあえー、学生さんから、それからお子さん何人かいらっしゃる、えー、30代の方までいらっしゃいますので、その中で、えーまあ、ご自身が、えー、どういったことを心配されてるか、どういった制度を探してるかっていうので、えー、相談していただくには、まああの、まるっと総合受付センターみたいな感じになっているところが、がん相談支援センターなので、そこに、えー、まず行っていただくのが一つかなというところですね。であとは 最後は、非常に問題になっているのが、あの、がん、えっ、ー、と、綾世代の患者さんが、終末期になってしまって自宅で療養できるかっていったときに、あの、えっ、ー、と、介護保険制度が使えないっていうのがあります。で、ここに関しては、えー、まあ、介護保険制度を使えないときに、えー、そ 先ほど申し上げました地域包括支援センターっていうところに、まずアプローチしてみるのが一つかなと思います。で、そうすると、えー、保険は使えないけれども安い業者さんがこことこことここがありますよとか、保険は使わないけど、今うちの、えー、事務所に在庫があるのがこういったものがあるから使ってみたらどうですかっていうようなことで、何かしら、えー、一生懸命アイデアを出してくれるところがありますので、 えー、そういったところで、まあ、あの、あや世代の人にはこれっていう制度がありますよっていう形ではなくって、まあ、まずそこっていうのは、こういう状況なんだっていうことで、本当にあの、まあ、体が辛い中では手探りになってしまうのは結構きついんですけれども、そういった形で、あの、いろんなところドアノックして状況を伝えながら確認してもらうしかないかなというところが正直なところです。 でまあ、あの地域によったら若い世代でも介護保険制度の補助出ますよというところもあるのでそういったところもまず調べてみられるのも一つかなと思いますので、はい、以上ですねありがとうございま,すまずは病院のがん相談支援センターに行って相談、それから次に介護保険が使えない方は地域包括。 えー、新センターさんの方に、えー、相談をしてみられるという,ということですね。あと、まあ、ま、えー、行政によって、市町村によって、もしかしたら何か伝える制度があるかもしれないということで、あの、そのあたりもぜひ、あの、役所の方にお聞きいただければと思います。はい。えー、以上をもちまして、えー、がんと介護保険、地域制度の話の方を、えー、終わりたいと思いますが、最後にですね、県民さんから皆様に一言、メッセージをお願いできますでしょうか。そ ですね。やはり、あの、まあ、こういったご時世ですね、えっと、ネットで、あの、割と情報が出てるっていうふうに思われがちなんですけれども、実はその制度が実際自分の地域だとどういうふうに、あの、機能してるかっていうのは、実際これ、あの、ドアノックしたり電話、 かけてみないとわかんないところがあります。で、えー、っと、まあ、そういったところっていうのは本当にもうなるべく早く、あの、そういったところを確認しておくのがいいかなというふうに思います。あの、結構やっぱり制度とか、その人、そ,その地域、その地域の運用って生身だったりするので、本来はこうあるべきなものであっても、その地域では結構なし崩し的にこういうふうにとか、歴史的にこういうふうにやってるんだ。 ここはこの人が担当なんだとかっていうふうにやってたりするケースとかがあるので、あの、そういったところは本当にもうあの、この地域がおかしいとかっていうわけではなく、もうそこであ、ここはこういう地域なんだっていうところでどんどんうまく、あの、ま、過去にうまくやってる経験豊富な人たちをなるべく探してもらうっていうのがいいのかなというふうに思ってます。 ありがとうございました。えー、今日は、あの、キさんからたくさんの、あの、お話をいただきまして、私も、あの、たくさん勉強をさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、それではですね、えー、そろそろお時間が来てしまいましたので、え、うん、以上を増しまして、このプログラムを終了したいと思います。えが、ー、んと介護保険、地域制度のお話、治療中から利用できる在宅サービス、 こちらのセッションを終了させていただきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。